ね、あっちのこと。業界じゃないんですか。まあ一応業界ですけど、はい、なんでまあまあ一回出たことあるんでね。そうです、初回出て、はい、どっちに一回出たことあるの。この番組どっちに出たことあるの。一回だけ出たことある。どっちどっちですか、一回出たの。無敵の方に一回出たってこと。ご想像にお任せします。どっちか分かんないですけど一回出たことあるんで。一回は出たことある。慣れた感じで、慣れた手つきで今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、そして最後、ほぼほぼ素人ニッタロビンさん。素人やん。プロ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 よ、プロ。いやー、ニッタさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニッタさんは全部出てると。全部ね、出ております、本当に。はい、ありがたい話で。これ今、まあ、今回3回目ですけど、はい、1回目2回目となんか手応えは。そうですね、あるようなないようなね。思い出のようなね、はい、感じがしております。1回目2回目はね、もう思い出に。そのコメント欄には、あのまず大喜利の青木じゃなくて、あの最初の掛け言葉の謝罪から入るんじゃねえかって。あ、なるほどね、はい、いやまあ日田としては頑張った方じゃないですか、あれ。ね、芸歴18年、ね、こんなもんよ。こんなもん。あ、あと新田さんに関しては男優で見たことがある気がするって来てるんで。ああそうですか。ほぼほぼ素人系 AV 男優って感じですか。あ、そう、まあそういうの、それで納得するのであれば全然、はい。あ、間違えましたね、これもね。11ヶ月の全然ないですよ、もう。死んでまうわ。あ、いや、これがやっぱり新田さんの持ち味ですから。そうです、そうです。18年やってきたのに全く慣れないっていう。そう、全然もう分かれん。毎回違うからね。そうですね、そうそう、水物ですもんね。そうそう、一緒のことやったらね、できるけど。一緒のことないから。新田さん、新田さん、今回のコーナーは今までやったことあるコーナーなんで、一緒なんで、今までの失敗を反省してプラスに変えてぜひぜひやってもらえる。わかりました。いけますね。いけます。後輩からいけますねって言われて、18年何やろ。いいね、いいね、いいね、こういう感じやね。同じ雑誌の先輩ライターさん。さあ、そういうことで本日はこの4人のメンバーでゲームに挑戦し、1万億ポイントを獲得した方が優勝となっております。一応ですね、1回目2回目と6人でやってきたんですけど、4人に減るということで、減ったね。今後も縮小傾向の方向で、経費削減で、はい、最初の40分も経費削減でつないだみたいなところがあります。そう、そういう感じでやってるんで、なんで、申し訳ないですけどね、皆さんぜひぜひ頑張って。あ、新田君の出てるお笑いライブ見に行って。あら、珍しい。すごい人いますね。あら、いや、すごい人ってちょっとおるよ。そういう人もおるおる。なんでまあ精鋭なんでね、皆さん来てる通り、はい、4人の精鋭なんで、ぜひぜひ皆さん頑張っていただければと思います。はい、というわけで早速始めていきたいと思いますが、今回もスペシャルゲストをお呼びしております。紹介したいと思います。こちらの方です、どうぞ。どうも、ねずっちです。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、よかったね、始まって。そうですね。いや、ほっとしたよ。ねずさんいなかったら、あの40分つなげなかったかもしれない。だいぶ真っ黒な画面の中ね、ちゃんと謎かけやりましたからね。まさかコメント欄で謎かけできると思わなかったですね。ありがとうございます、ほんとに。天才来たんだね。すごい、やっぱ。とんでもないです。もう、ニコ生これ3回目ですもんね。3回目、解禁賞ですからね。そうですね、ねずさんがいないと、やっぱ YouTube 再生数多い人だって来てますね。してるね、本当に。なんとか増やしてくれよ、頼むよ、本当に。あと、ほぼほぼゴージャス松野ってのは違いますよね。あ、でもね、あの向こうがね、あのゴージャス松野さんが一重を二重にしたんですよ、昔ね。はいはい、そしたら余計に似ちゃったっていう、ね、向こうから近づいてきたっていう珍しい。あっち発信なんですね。向こう発信ですから。そうなんですよ。ありがとうございます。で、今回もいろいろ、まあ、今回は今までと違って、はい、ネズさんに判定とかもしてもらったりするんですけども。本当ですか、わかりました。やっぱせっかくなんで、やっぱり